What are you listening to? でもやっぱふわふわタイムが、あー、間違い一番好きなんだ。そう、可愛い。ワニマともさきのアイアイやってる。アイアイやってる。乃木坂が好き。あ、本当にいそう。ピープルワンのジョヤトっていう曲。あ、結構昔。夜遊びの夜にかけるが好き。出た。一番王道まっすぐ来た。Japanese trend song, don't miss it.Hi guys, it's Oni from Japan. Welcome back to my YouTube channel. I'm in Harajuku here. This is Teen Girls Town. This is Japanese Teen Girls Town. I'm gonna introduce Japanese Leo and Japanese culture. Please watch till the end, Mikana. I'm gonna ask some questions. What are you listening to? Okay. Okay, if you like this video, please don't forget to subscribe, like, and share this video. Okay, let's do it.すいません。今って何の曲聴いてました？チャンミナのハレンチ。チャンミナの何ですかこれ？ハレンチ。ハレンチ。お願いします。ハレンチ。最近の曲だった。ハレンチが好きです。どこでチャンミナの後ろに聴いてる？お母さんから。あ、二世代で。What's your favorite song? 軽音とか。あ、ちゃんと好きなタイプ。ちなみに曲名はどんな曲好きですか？ふわふわタイムが。あー、間違い一番好きなんです。超可愛い。めちゃめちゃ、あ、ちゃんと知ってる曲なんですね。じゃあニコニコとか行きますか。あ、すいません。あ、すいません。あ、今って何の曲を聴いてました？あ、今はワニマとモンパチのアイアイやってる。アイアイやってる。好きなんですか？はい、好きです。 What's your favorite song? 曲、ワニマンっていうバンドの曲が大好きです。チャームっていう曲が好きです。好きな曲何曲でも教えてください。あと、はい、共にとか。あ、いいですね。あとは最近のだと原稿っていう最新曲とか。ワンオクとか。ジャンル的にどんな？ワンオクとかマンウィズとかも好きなので。本当ちゃんぽん音楽好きなんですね。あ、すいません。今って何の曲聴いてましたか？JO1 の Run and Go。 JO1 の Run and Go。 好きな音楽とかありますか？よく聴く曲。 JO1 聴きます。あー、 K-POP 好きなんですか？これその中でも一番好きな曲は Run and Go。 お好きな、何回人生で聴けました？え、いっぱいいっぱい聴いてます。100は超えた。100は超えました。はい。乃木坂が好き。あ、本当にいそう。雰囲気ちょっと濃いですよね。ファイターズ。いつぐらいハマるんですかね。はい。あ、すいません。すいません。すいません。今って何の曲聴いてました？今って何の曲聴いてました？あ、ピープルワンの。ジョヤトっていう曲。あ、結構昔から好きなんですか？あ、はい、好きです。はい。What's your favorite song? リュックとソイネご飯っていう番組。最近流行りのバンドです。流行ってます。バンドの推しの曲教えてください。はい。バイドレインして。あ、ありがとうございます。ちょっとじゃあこれセルフ出しておきます。僕はヤユヨっていうバンドが好きです。どれですか？ヤユヨっていう。ヤユヨ。何系っていうか。これがフォロー。最近それも流行りのやつなんですか？私に願いをっていう曲がすごい。ちょっと調べてそれ曲出します。ピープルワンっていう。ピープルワン。バンドで。ジョーヤトとか。ジョーヤトっていう。友達姿勢で。流行っててみんな。人生何回聞きました？いやもう過ぎてます。いや、やっぱ夜遊びの夜にかけるが好き。出た。一番王道まっすぐ来た。なんか TikTok で。いや間違いないね。はい、あ、TikTok 今でもありがとうございました。
teens. No teens. すいません。あ、すいません。あ、今ってあの何の曲聴いてました？SnowMan のハロハロ。SnowMan のハロハロ？ハロハロ。お姉さんなんか好きな曲ありますか？ What's your favorite song？ 大橋ちっぽけさんの上緑。ああ、最近流行ってる。面白い曲って。J-POP？ アニソン？ J-POP？ あ、J-POP で。SnowMan 好きです。SnowMan、あ、ベタに。誰が何の曲好きですか？何の曲？ハローハロー。ああ、誰をしたの？ほぼ K-POP。 あ、K-POP？ あ、はい、いいですね。好きなアイドルグループ誰ですか？セブンティーンとバンザンと、あとはアストロとかアストロのキャンディーポップとか、あとはセブンティーンで言ったらクラップとかもよく結構本当にさ、それぞれお互い違うジャンルで。ちなみに何ですかこれ？カレンチです。カレンチ、お姉さん。 Okay guys, how was it? This is Japanese culture, this is Japanese Leo. Okay, if you like this video, please don't forget to subscribe, like and share this video. And please comment down below about Japanese culture and what you think about it. Okay, see you next video. Bye! Three types, Anya. Kawaiyusu.